君のようなつぼみさ」「華やかで優しくてそう笑ってごらん大丈夫 みなさん、こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月間三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私、後継の後、三橋貴昭です。三橋 TV は三橋貴昭のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。 はい、えー、形成史論でただいま上島義郎先生との三橋の対談コンテンツ「えー、自虐史観はなぜ始まり深刻化したのか」がご視聴いただけますのでぜひともご入会くださいませ、えー、それとですね、えー、こちらはまだまだ宣伝して構わないと思いますけども「えー、月会三橋恒例の年末シンポジウム2019」えー、これはですね、えー、今回みん一般の方もご参加いただけます、はい でテーマが何しろ、令和の政策ピボットは実現するのかというですね、<laughs> 令和の政策ピボットは実現可能なのかですね、可能なのか、はい、ということですで。21日土曜日の3時から5時までシンポジウムで、その後パーティーがあります、立証形式ですよと。で、スピーカーというかパネリストですね、私と藤井先生と安藤先生と西田先生、はい、司会が朝野久美さんで、ゲストの方々は、えーまあ、ご覧の方々でございますね、ご覧の方々でございます。 まだまだ増えると思いますけどもとりあえずこういうことになってますのでぜひ皆さんは、えー、ご入会というかご入、えー、ごごごお申し込みいただければと思いますさあ今回前回の続きなんですけど前回土木やったじゃないですかはい土木検出今回はこの階層の中の防衛防衛小桁さん新幹線乗りますよねはいはいあの新幹線が一番最初に日本でできたのは 1965年かな東海道新幹線です東京名古屋大阪ですね、はい、京都大阪なんです新大阪ですけどあのー、その戦争に負けた日本がですねなんでこう新幹線作ることができたのか知ってますえー、知らないです新幹線の技術技術者ってもともと戦闘機の技術者さんたちなんです戦争中。えー、ななんんかそ機の知らなかったですそう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 なんですよ、はい あるいは日本の造船産業、はい、え戦後15年ぐらい10年かなぐらいで世界一になったんですよ、はい、巨大な船を作る意味で造船産業が、はい、でも敗戦国である日本がですよ瞬く間にこう造船大国大国つか世界ナンバーワンになったんですねこれ何でか分かりますさっきと一緒なんですか <laughs> <laughs> 最近う読,めるう読めるようになっちゃったそれはまあ戦艦ヤマトとかね、はい、空母赤城とか作ってたからです戦争中。 とということであの大東亜戦争、まあ、負けましたけどあの時さまざまな戦艦とか航空母艦とか戦闘機を作ったんです、はい、よくねその戦前の日本は先進国じゃなくて戦後先進国になったみたいなことを言う人がいるんですけどいや先進国じゃなきゃアメリカとガゼの戦闘できないと思いますよ。ヤマト作れるんでしょとりあえず、はい、であの世界で最も最初に空母機動部隊 要は空母がいて飛行機いっぱい乗ってて周りをあの戦艦とか駆逐艦とか護衛,あの護衛艦じゃねえな巡洋艦とかで守ってそれで一体で行動して敵を撃つっていうこの空母機動部隊を世界で最初に運用したのは我が国です。<ー>はい、それまでなかったんですかその発想ががななかったんんででですす攻撃が世界で一番最初なんですでその時空母持っていたのがそもそも日本とアメリカとイギリスしかなかったんですけど。 その空母から戦闘機飛び立たせてそれで爆撃してそれで戻ってきてその空母,空母っていうのは単体では弱いんですよ、兵器持ってないから、うん、巨大なあのなんでしょうね、巨大な甲板みたいなものじゃないですか、航空艦舶ですね弱い、うん、それを守るためのこう、えー、駆逐艦とか、えー、巡洋艦とか戦艦をこう周りに囲ってその空母を守りつつみんなで行くっていう。 そんなの先進国じゃないとできないよね、絶対。当たり前でしょということです。それでまあ戦艦大和ト作りましたと、まあ。戦艦大和の運用が正しかったですかって言ったら正しくなかった。正しくなかったんだけど、あれだけ巨大な船作ったし、空母も何隻も作ったと。まあ、沈められちゃったんですけどね、アメリカ海軍とかに。うん、で、まあ、いずれにせもそういうもの作った。あと、ゼロ戦とか、はい、その戦闘機。要はアメリカの、もう世界最その時から世界最強の国です、アメリカは。 そのアメリカが作った戦闘機とガチで戦って勝つぐらいの戦闘機を日本は作って何万機って作ったんです、うんはい、負けましたけどそれでも残念なことにですね。はい、でもその技術者ですねたちっていうのはあのもちろん戦争の後も生き延びた方々はさまざまなこう産業の分野で民生品の分野で活躍されていてそれがまず一つ造船。で何で新幹線なのか。はいあのー、アメリカがですね もう日本に航空機を作らせると、うん、戦闘機とか作らせるととんでもないものを作ってるから作るから自分たち勝てないと下手したら禁止しやがったんですよ。禁禁止止だったたんですかそう航空機政党禁止されたの<う>日本をアメリカにということでその航空機を作っていた技術者たちが新幹線に行っただから実現したんですよね。ということでその、まあ、別に戦争やれって言ってるわけじゃないんだけどその防衛産業における 技術的な蓄積ってものは、これはもうもろ国力だし、うん、国民を豊かにすることができるという現実があるんですよ。し,しつこいけど戦争をやるって言ってませんからね、はい、そういう現実があるんですよと。で、この、えー、防衛、えー、財務省はご存知の通り、緊、はい、縮財政でございますから、今、この日本の防衛費について、はい、えがんじゃがンジゃか文句をつけてきています。よ これ日本の防衛関係費のの推移でございます、えー、この青が総額で、オレンジが米軍関連費費用等を除いています。沖縄にはほら、在日米軍が駐留しているでしょ。はい、あれ除く、あの費用。はい、そうすると、あの全体だと、まあ、なんか、おーって感じで伸びてるんだけど、米軍駐留関係費とか除くと、まあ、こんなもんなんですね。5兆円、やっと超えたところです、19年予算で。で、ここ、ひどいでしょ、これ。 この時期って日本の安全保障がだんだん防衛的な面で弱体化した時期と一致してんだけどその時に下げていった安倍政権だって増やしてるって言っても一番増えてるの防衛あアメリカに払ってる金でございまして、うんうん、まあ属国でございますからはいんとかしようね <laughs> それはいいんだけどなんとかする、ね。い <laughs> いそれでね大して増えてないじゃないですかこうちゃなんだけど、はい、あのこれだけその防衛的な安全保障の、えー、危機が悪化しているにもかかわらず、うん、それでも減らせ という感じで来ててましてでブログなんですけども、防衛と供給能力、国産戦闘機の実現をということで、10月25日にリリースしましたけどね、はい、この中で取り上げた記事、もう本当に頭きました、私は、はいえー。例の財政制度等審議会、財務省の飼い主さんたちですね、ねここがですねその拡大が続く防衛費について、戦闘機などの防衛装備品の調達方法を見直せと。 でコスト削減を徹底すべきだとて提言したんです、うん、でね一番びっくりしたのはこれね外国企業から技術を導入して国内で装備品を製造するライセンス生産は同じ製品を輸入する場合の3倍程度に高くなるケースがあることからこれはやめなさいとライセンス生産って何かというと、はい、その最近よく新聞とかに出てくる F35 とかねそういう最新鋭戦闘機について日本は 自分たちで設計したわけじゃないですよ、ね、あれはでもそ,こそれをね製造をさせてもらうためにライセンスを買って日本で工場を建設してライン設置してそれで自分たちで作ってるんですん、はい、で、それと高いんです当たり前ですよ工場作るんだからただ買う方が安いです。でももしそのライセンス生産やんなかったらその F35 に関する修理とか製造のノウハウは日本に蓄積されませんから例えばあのちょっと故障しちゃった。 アメリカにいじいじ持っていいかななくちゃけでそもそも国産の戦闘機を作ればよかったんです実は中曽根政権の時にあの国産の戦闘機を作ろうとしたんですはい、はい、全部自前でやろうじゃないかとそれは俺さっき言ったけどあの航空産業の,その日本の展開は禁止されてたんですけど、はい、まあその時はもうなくなってたから戦闘機一回作れなくなっちゃったんだけどちゃんと自分たちで作ろうとはいあの頃はまともだったんですね日本の、えー、方々は、はい、今もまともであることにノりますけども ということで作ろうってしたら、はい、どこやで入ったんです。どこからですか。どっからかわかんなかったらびっくりしますけど逆に <laughs> <laughs>、うん。どこからでしょう。財務省じゃありませんちなみに。アメリカ。アメリカですね。はい、そうアメリカからしてみたら自分たちの戦闘機買わせたいわけです。で日本が独自で戦闘機とか作るとまたなんかゼロ戦みたいなハメになって圧倒的に強くなったりすると嫌だっていうのもあるんだけども、はい、それよりもビジネスでしょうね。はい。何してきたんですか。だから俺も参加させろってことになって共同開発になっちゃった。あ あれがある意味で分岐点であの時中曽根政権が突っぱねればなんとかなったと思うんですけどね。ということで我が国は国産の戦闘機がないないんだけどせめて製造ノウハウとか蓄積しないとこれされにならないことになるなってことでライセンス買って高く生産してるんですそれが問題だとじゃあ国産の戦闘機作らせてくれよって話ですよね。はい でどううししようとてるんですかこのままだと財務省の言うままだとライセンス生産すらやめてしまって買うだけ買うだけで何かあったらアメリカにこう船で運ぶんですかよく知んない分かんない直してください直してくださいとあのねただでさえ日本の,その防衛の戦闘機とかイージス艦とかっていうのはあのソフトウェアの中とかにブラックボックスっていうのがあって日本が分かんないです<ー>アメリカから買ってるからあるいは GPS もアメリカ依存なんですえ<ー>ということはですね 戦闘状態が起きました。はい、空母、息吹ですね。あの漫画の方のね、まともな方の <laughs> 空母、息吹のようなこう戦闘状態になりました。アメリカがプチッとスイッチ消したら、何もできない何もできない、自衛隊。日本の日本の自衛隊<ぁ>っていうような状況なので、せめてその状況をちょっとでもちょっとでも改善しましょうってことで、せめてライセンス生産はってやると、やっぱ高くなっちゃうんですよね。うん、どう思いますうんどうしたらいいんですかね。んいや最終的には国産戦戦闘闘機機ですねって あの3系統ぐらいあるんですよね、はい、そのうちの1系統だけでもあの自分の国で作らせてくれませんかっていうせ交渉をアメリカ側としなくちゃいけないで,でね、できそうなんですかあのね X っていかシンシンっていう通りなが有名なんですけどあの次世代のステルス戦闘機の実証機の実験やってたんですけどいや結構いいもの作れちゃうんですよこれが。はい、あのラプターっていうアメリカが持っているあの世界最強のステルス戦闘機を下手したら超えるんじゃないのと。 いうようなものが作れるっていうのが実証はされてるんですよ。エンジンの部分とかステ出ス性能とか機動性において。でもやっぱアメリカ以上のものを作れちゃうとまた。うん、こっそりだからだからおし<ス>お願い。あお願いね。<laughs> <laughs> まあそれは政治ってことよは。はいはい。というでもだからこれだけ安全保障についてアメリカ様依存でスイッチプチッと消されたら戦闘、はい、コード取れないってなるとそれすらできないですよね。 だったらせめてライセンス生産をってことだけどそれもダメだめだって言ってるんですよ。で、えー、前と同じなんですけど、はい、恐ろしい状況になってるなと思うのがねこの調達。例えば防衛装備品、まあ、兵器っていうんですよ、はい、一般的には兵器って日本だって言っちゃいけないから防衛装備品って言うんですよね嫌ですね、す疑問って <laughs>、はいはい。大体、どうでもいいんですけどあのあのあの出雲とかこう大きい空母あるじゃないですか、うん、あれ空母じゃないですからね護衛艦。 護衛艦、空母でいいじゃないかって話なんだけど軽、まあ、空母ね軽空母、まあ、それはともかくとしてこの,あの例えば防衛装備品、えー、作る時にですよ防衛省が調達する時にこれですからね。<ー> <laughs> はい、絶対に兵器ってその。 それしかか特殊じゃないですか非常に、はい、一般に売れないじゃないですか一般に買えないし、はい、<laughs> なんでそれで一般競争の人たちやってんだと。うん、でねこれが特にできないのが問題なんですなんでかあのこれ防衛産業側の,その企業の気持ちになってみてくださいよ。その日本国のために防衛のためにあの防衛省といろいろ技術者の方々と接触してですよ。 それで技術情報のシェアとかして、はい、それでじゃあいいいい製品って言ったらなんだけどまあいい兵器作りましょうという合意して、うん、それで、えー、調達しました時にこれかよ <laughs> と、はい<ー> <laughs> そんなバカなじゃないですかでこうこういうことやってるとその要は税契約できないってことになると技術情報のシェアすらしてくんないでしょうねだって無駄じゃないですかうん、うん、これ同じ話がですねあのリニア新幹線の、はい えー、建設でもあったんですけどねあのリニア新幹線って、まあ、確かに公共性強いと言ったら強いんだけどもあれ JR 東海っていう一企業が整備するインフラじゃないですかだから全部これにやらいよかったんですよねなんでかというとだって例えば南アルプスの下をトンネル掘り抜くとかですよあるいは名古屋市のあのぐちゃぐちゃしたとことかあとそこでもやってますけど品川駅のこのぐちゃぐちゃしたとこに巨大な駅を地下に作るとかって特殊なノウハウが必要じゃないですか。で 既存の例えば建設業であっても対応できないという場合はじゃあ,あ JR 東海が、まあ、例えば5 10年後にリニア新幹線の建設開始するそうなんでじゃあそれまでに人材育てて技術開発して、はい、いろんな設備持ってそれで準備しとくかってやるじゃないですか。はい、うん、違うんですか違う <laughs> そ,それがねそれはねあれ独占禁止法違反になっちゃうんです。 うちはここを取るんでこのための準備をしますよってお宅はここを取るでしょうとそちら俺もお任せしますからみたいなことを企業同士で話し合っちゃったところでリニア談合事件みたたいになっっちゃったでも当たり前だろうなと <laughs> 当たり前ですよね。だって逆にねあの例えばは何とか建設が南アルプスの地下のトンネルを掘り抜くためにさまざまな技術開発準備してさあさあ前半の倒壊お願いって言ったところでですよ。 あの一般競争入札なんであんたお落とせませんでしたってことになったらもう二度とそんなこと仕事しないいと思いますよねでも今の日本の法律だとですおかしいでしょ、はい、おかしいでしょ。ということでございましてですねそのこのこ、ま、兵器とかインフラストラクチャーとかについてまでこれこれじゃないとダメだよっていうのはね普通に狂ってますね。う でででもじゃあ逆にどどううううししししたたららいいいいんんょょねとりあえず NASA と同じようにまあこれ組み合わせればいいんじゃないのと、はい、あの防衛省があのボールペン買う時までこれでやるって言わないですよ <laughs>、はい、<laughs> これでやればいいじゃないかとどこだと同じなんだからでも兵器なんだから、はい、でこれ以外ちょっと考えられないですよ私に言わせれば、うん、これもおかしいですよね。はい、だって <laughs> 例えば <laughs> え防衛省とある企業が技術共有してこういう兵器作ろうじゃないかとその調達を指名競争入札ってそこしかできないですよどうせ調達応札なんか、うん、でもそれだとダメだってことになってそれでなんか別の企業も参加させ,なさ,させないといけないみたいなバカな話になってるんですいいじゃねえか随意契約とこの根っこに何があるかというとまあ緊縮財政でしょうねつまり随意契約だと高い高いのがダメだと高くついちゃうんですかまあ高高くくつくともってか私が企業だと高くつかあの あの落としますね<ー>だって若さにしかない技術を使って日本国家の防衛のための製品作るんですよってことなんだから、うん、いいじゃないですかちょっと高くたってぐらいもちろんその限度ってものがありますからその一般的な常識をかけ離れたような価格で落札するとそれはそれで問題になっちゃいますけども、うん、多少だって利益乗っかったら「あこんなに儲かったんだ、うん、じゃあ次も!」ってなるじゃないですか。うん それを価格価格でやっていったら、はい、それどれだけなんていうんでしょうね公共性が高公共心があって公共性が高くていやーこれもうかんないんだけど日本国のためにやるかーって思うかもしれないんだけどまあ1回ぐらいですかね、はい、それで真っ赤っかになって会社潰れましたってなったらもう全部終わりじゃないですか、うんはい、そういうかあの防衛産業の調達って面も考えて別に随意契約で少々高くていいじゃないかと、うん、個人的に思うんですけどもそれは財政制度等審議会とか財務省にしてみれば許せないだから結局この この感覚はなないんだなとこれだから民間のボールペン買うのと同じ感覚なんですよ財務省とかは。もっと特殊な技術ですもんね。ものすごい特殊ですよね。はい、例えば日本の,あの代表的な戦車、えー、X10 かな。はい、あっごめん <laughs> 一丸式戦車一丸式戦車あの2010年にリリースされたから、えー、一丸式戦車って言うんですけどさまざまなその例えば車の技術とかいろんなものが入ってます。はいで それってででも防衛産業しか買わないですよね外国に輸出する云々はちょっと置いといてお客さん防衛省しかいないんですから、うん、でもちろんだからそういう場合は防衛省側からしてみたらその「一丸式戦車」を作ったところから買うしかないんですけどもそういういもんですよってこと、うん、それが許せないってことになるとその前回のあれとんかやっぱり似てるな「天下りはダメだ」って似ててその全体の視点をこうちょっと書いている安全保障とかいうのの視点を書いて 個別の契約で高い安いで全部話しようとするんですよね。気持ちはわかります。多分。は下りは全部ダメだとか、渡りだろうがなんだろうがダメだとか、前回のね談合はダメだと、もっと競争しろとかね。あるいはこいつがなんで防衛省のこの製品作ってんだ、高く売り上がってとかって、わかりますか？なんとなくわかります。わかりますなんでなんですよ。ねなんでなんだろう。 まあ貧乏だからですね、うんうん。みんながバリバリ豊かになっていったら誰も気にしないと思うんですけど思います。ね、うん、<話>なんちょっと足引っ張っちゃう。そうそうそう。あの俺が貧乏なのはあ貧乏なのはそのあいつらのせいだせいじゃないんだけど。うん、であいつらの足引っ張ったりみたいなそういうルサンチマンですね。うん、それがね見事に発揮されてるなとそこに財務省がつけ込んでくるわけですよ。はい。その通りですよだって。 何だって人飛行機1個まあこれいくら防衛産業でって飛行機1個で100億円って高すぎるでしょってこれライセンスしなが生産しなかったら50億で済むんですよみたいなことやると一般の人はその通おりだと特急何に倍も払ってんだみたいな感じになって緊縮<ー>財政が進んで自分も貧乏になると。自分もそうですよね。うん、あののね前にその 防災投資をすると国府が増える例えばダムを1兆円で建設すると政府に1兆円のダムができます、はい、プラスに皆さんの預金が1兆円増えますよって話をしたじゃないですか、はい、絶対増えますよ例えば電柱の地中化あ電電柱の地中化、はい、無電柱化やると日本全国やると多分400兆円ぐらいなんですよ、はい、それ多分われわれ日本国民は400兆円も政府は金使うのかっていう認識のある人が多いと思うんですよでもそうじゃないんですよ あの400兆円の皆さんの預金ができるんですよと実際できますからね、はい。はい、で給料をもらった土木業建設事業の人たちがお金使ったらそれで土木建設と関係ない人の所得も増えていくんですよっていうのをですねだから私は政府が使うお金についてですよもちろんこう引っこ抜くやつとかいるよね。 はい、引っこ抜く,こ抜くだから間に仲介で入って何の付加価値も生産してないの抜くようなやつら<ー>そういうのダメだと思うんだけど、うん、でも事業規模自体がでかくなるとかっていうのはいいことだと思います、うん、東,京圏東京都東神奈川県千葉県埼玉県全体を耐震化すると3000兆円ぐらい必要です、えー、最高じゃないですか3000兆円の預金が我々のほに行くんですよ <laughs> もちろんこれ名目の話であってあの 物価の上昇も出てくるだろうから実質ではそんなに増えるわけじゃないんだけど、はい、でも間違いなく今の,あの今はるっかに豊かになれる日本国民がそういう視点、ね、これでも周りの話ってどうですかねさっきの,あの無電中化で400兆円の預金が皆さんに生まれますっていう話したら、はい、ポカーですか、ね、ポカンだとポカン <laughs> でも説明したら分かるじゃないですけど、ね <laughs> はい、こういうですねまあなんでしょうね地味な努力っていうのがだんだん効いてるなっていう感じがしてまいりました小家、はい、さんの貢献でかいと思いますよ えそうですか、はい、いやだから専門家同士でこんなの話しててもねあこれ言うとどっかの番組の討論とかばかりするみたいになっちゃうんだけどそれはそれでいいんだけどそうじなくて一般の人に分かってもらうっていうのを一般の人に見てもらうっていうのが大事だと思ってるんでこういう構成にしてるわけなんですけど今回はその「まあ、ゼロ戦」とかあるいは、えー「戦艦ヤマト」。 を作った大東亜戦争中の日本の先人たちの努力がその後の新幹線とかあるいは造船世界一に結びついたんですよじゃあその上で今の防衛産業我々どう考えるべきですかっていうのをちょっとお話しいたしました。